にぶちゃんも休業中にあの一緒にねお茶とかしたんですよ。お互い仕事とか勉強の合間を縫って、私は放課後とか、にぶちゃんはグラビアの撮影帰りとか、たまたま予定があってその将来の話とかを一緒にしたいとか、前からねにぶちゃんとはその多分仲良くなったというか、そのそういうことを話せるようになったきっかけっていうのはあゆみなんですよ。今でこそあゆみはなんかこう面白い話になっていますけど、なかなかこうなんていうんですかね、やっぱ初挑戦がたくさんあるような現場だったので難しいこともありね、そういう忙しさに慣れてないニキちゃんたちの中でニブちゃんがそういうの悩んでて、でそういうののニブちゃんの話を聞いたきっかけ、そう、その時の今でも覚えてる、あの現場でね誰もいない帰り道、暗い帰り道に2人でギュッてしたんですそう、私もその時まだちょっとなんか自分でこう喋るなんていうんですかね、あのなんか上手い言葉が見つからなくて、そうだからどうしようと思ってとりあえずギュッてしたのを思い出しました。はい